かえで簡易オンモール京都は京都駅より南西に位置する京都府京都市南区西区条取口町と西の東院2を挟んだ西急上院町に立地する複合型商業施設の名称桜館とかえで館の二棟から構成され両棟の2階と3階は都京で繋がっている東モールは京都駅南開発特定目的会社が美のワとして 開発を行っていたが、事業主体の株式会社ジョイントコーポレーションが会社構成法の適用を受けたことにより、事業の継続が困難となったものの、引き続き建設工事を実施することが決まった。その後、施設を所有する清水建設からイオンモール株式会社がプロパティマネジメント事業を受託した。イオンモール株式会社の2010年3月9日付、 プレスリリースにより、正式名称がイオンモール京都に決定したことが発表された。当初は、店舗面積は52,069.86平方メートル17、171店舗が入居する予定であったが、同日のプレスリリースでは、約45,200平方メートル、約140店舗に変更された。同2010年6月4日、午前9時に、グランドオープンした。 その時点での専門点数は約130点である。なお、イオンモールでは過去数件の PM 事業を手掛けており、それらの物件はイオンモールの名称はつかなかった。2012年6月22日現在太字は各店舗。出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイド営業時間及び ATM 稼働時間の詳細は公式サイト、 営業時間、サービス案内を参照。ありがとうございます。